おいシャンクス、なんだよバギー。目の前の帽子かぶったやつがいるだろ。今まで一度も眠ったことがないんだってよ。でもバギー、あいつめっちゃ眠そうだよ。バカ言うなよシャンクス、そんなわけない。いや、めっちゃ眠そうじゃねえか。目の下のクマ半端ねえな。おいお前大丈夫か？ゼホホホホ、左のパイと右のパイを合わせてワンピースを手に入れするます。やっべえよ、眠すぎてあいつ頭おかしくなってるよ。ティーチ、闇闇の実食べますます。なんかアーニャみたいな喋り方になってるんだけど、1ミリも可愛くないんだけど。どうしたんだよシャンクス。左のパイと右のパイ合わせると何になるんだろう。いや、そこ気にしなくていいんだよ。いや、でも気になるよね。僕らの心の中にワンピースはありました的な終わり方だと笑えないけど、左パイと右パイを合わせるとワンピースがありましたなら、俺はまだ少し許せる。いや、許せねえよ。むしろただの変態じゃねえか。俺は友のためなら喜んで変態になろう。じゃあ、赤いティーバッグと白いティーバッグ。俺の夢は終わらねえ。あ、バギー、俺はあっち側行けないわ。俺もだよ。でも、眠たそうにしてるから、俺助けてあげようかな。え、シャンクス、何をするつもりだ？友達のジャンゴさんだ。私が数を数えたらすぐ眠たくなるぞ。左パイと右パイの俺の夢は終わらねえ。え、やっぱりその夢って詳しく聞いてもいいかな？いや、聞かなくていいんだよ。ジャンゴさん、とりあえずあの変態を一回眠らせてもらえますか？ワン、ツー、ジャンゴでお前は眠たくなるからな。ワン、ツー。いや、早えよ、どんだけ眠たかったんだよ。左パイと右パイ。こいつ眠っても変わらず変態じゃねえか。おい、シャンクス、お前からもなんか言ってやれよ。いや、お前も寝てんのかよ。二つのパイを合わせるとどうなるんですか？夢の中まで聞かなくていいんだよ。おでんさん、シャンクス起こすの手伝ってください。くー。いや、寝てるー。俺は右パイについて詳しく。いや、だからなんでみんな同じ夢見てんの？で、レイリーさん、みんな起こしてく。くー。いや、こっちも寝てるー。ロジャー、俺はお前の。右パイだ。いや、何右腕みたいに言ってんの？やっぱり同じパイの夢見てんじゃねえか。くー。かー。くー。くー。よし。海賊やめよ。きっときっと覚えてるから、追いつけないまま大人になって、君のポケットに夜が咲く、口に出す